こんにちは、じゅんです。ゆりです。はい、今回のレッスンはですね、ウッドの打ち方、結構ね苦手な人多いね、うん、男性は特に苦手なんじゃないかな、うん、男性しかもウッド打てた方がね、まあ距離稼げるし、うん、大事だと思うんで、ただすごいやっぱ打ち方が、まあ多分私はアイアンと違う、ちょっと違うんじゃないかなと思ってるんですけど、その辺のところをちょっとゆい先生に教えていただけたらなと思います。はい、じゃあ早速いきますか。お願いします。はい、お願いします。ウッドです。はい、ウッドはさっきジュンちゃんが言った通りアイアンとは違う、うんうん、打ち方の方がいいし、うん、打ち方ってよりかはイメージを持っただけでも全然違うから、まずはそこから。はい、でウッドってボールの位置がまずアイアンと違うやん。あ、そうですね、その辺だった。待ってるでしょ。うん、アイアンやったら、まあ、大体アドレスしたら真ん中にあるけど、ウッドの場合は少し左足より。なるほど。ということはそもそものクラブの最下点がアイアンとも違うし、うん、でアイアンは基本は打ち込みに、うんうん、ボールに対してフェースがこう上から入っていくもんだけど、ウッドの場合はどちらかというと払い打ちのイメージだから、打ち込みに行くと払い打てない。うん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 。ここからこういう感じで払い打っていく。はい、上からじゃなくてね。そうそうそう。だからイメージで言うとバックスインしました、右足軸のままボールを打つぐらい、うんうんうん、だとちょっと払い打ちやすくなるじゃないかなっていう。そうですね。アイアンは左足でっていうよりかは、うん、アイアンで右足の軸で打とうと、うん、こういう打ち方になる。ボールがそもそも手前、あの、ウッドよりも右足より、うんうん、あ、そっか、ボールの位置がそもそもこうやって左側だから、ドライバーやったらボールってもっと左にあって、うん、ティーアップされてるからバックスイングしたら、うん、体がこう斜めにずっとこうやって、うんうん、向かっていくんだけど、うん、ウッドはそれに近い。うーん、だから右足に乗せてるイメージのまま振ると、うん、体重をね、ここからはい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 、まあ、どうしてもねボール打ちたくなっちゃうから、そうなるしね、コースだと。できるだけ考え方的にボールを点として考えない方がいい、うん、なるほど。なんか大きい円でスイングしてるから、その中のうちのこの超ちっちゃいものに向かって毎回同じスイングするすごい難しいから、確かに、できるだけこうボールになんて注視しすぎない、うん、っていうよりかは円軌道の方が大事。円軌道を、はい、自分の円軌道をこう、うんうんうん、確か正面からした方が、ちょっとめっちゃそのイメージの話にばっかなっちゃうけど、うん、私とかもなんか左、あ、そのウッドとか打つときは右足に乗ったまま回ってる、ずっと右足軸で打つようにしたら打てるようになったから。そうだからね、まあ、それも人によってまた全然違うのかもしれないけど、ね、確かに確かに、ちょっと違いすぎると、あ、ぶつかる、あ、そこ大丈夫かな。打ちに行くっていうのは多分、うん、ではなく、ではなく、ちょっと分かりやすく右足に、うん、もう一回、うんうんうん、まあ、よしあるんだけど、うん、それぐらい払い打つイメージで全然 OK、はい、そうです。ウッドの練習するときは、はい、今ぐらいのハーフスイングとかで練習する方がいいかも。へー、
だから。で結構みんなハーフスイングしてみてくださいって言ってもこれぐらいいくの。それはハーフスイングではない。もうこのこれぐらいで練習すると。うんうん。うん。みたいな。はい。ありがとうございます。ということで、まあちょっと右側で打つイメージ、打つイメージを持って一回皆さんもウッドの練習をしてみてください。イメージ大事だからね。はい。ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。